このビデオではエスケープルームについて説明します。この映画は没入型の脱出室に閉じ込められた6人の見知らぬ人たちの物語です。たくさんのお金を獲得するチャンス、極限状態のいくつかの部屋に閉じ込められた彼らは背後にある秘密を発見します。エスケープルームで生き残り、出口を見つけるために戦わなければなりません。彼らは致命的な脱出室を生き残ることができますか？エスケープルームで調べてみましょう。エスケープルームは謎の配達パズルキューブを受け取る6人を示すことから始まります。ゾーイ、マイク、アマンダ、ベン、ジェイソン、ダニーの6人。次に破壊による暴力からラッキングまで、キューブを開けようとしました。論理式を使用して彼らの脳。しかし、彼らのすべての努力は役に立たなかった。ついに6人がパズルキューブを開け、1枚の紙を見つけるまで彼らは全員、エスケープルームというゲームに参加するよう招待されていたとのことでした。勝者は$10,000の賞金を獲得します。簡単に言えば、6人はその後、場所であるとされる建物に向かった。エスケープルームゲームの、そこでは、身分証明書を提示し、携帯電話などの荷物を預ける必要があります。その他、部屋で待っている間、6人はお互いを知り、ささやかな雑談を交わした。参加者の一人であるベンは、しばらく外出することにしました。煙、しかし、ドアノブを回してドアを開けようとすると、ドアが落ちてしまいました。ドアノブであるべき部分には、実は温度調節のようなものがありますデバイス。その後、参加者はゲームが開始されたと想定しました。彼らは部屋から出る手がかりを求めて部屋を探しました。それから間もなく、マイクは451ファーレンハイトという本の中で偶然ドライバーを見つけました。本のタイトルを見たゾーイは、おそらく本のタイトルがパスワードであると推測しました。部屋から出るために、ゾーイは他の参加者に内緒で温度調節装置を回した451番のドアノブに。しかし、部屋は施錠されたままで、彼女の行動で部屋のヒーターがオンになりました。突然部屋の温度が上がり、参加者全員がパニックに陥った。気温が上がってきたので、参加者は上着を脱いで、ドライバーを使ってドアを開けようとしている間、部屋で生き残るためにたくさんの水を飲みました。他の手がかりを探していると、ゾーイは壁に、常に、と書かれた文字を見つけました。コースターをご利用ください。彼女はそれから部屋のテーブルをチェックし、実際に6つのコースターがあった。押される6枚のコースターをくっつけると、絵の裏に秘密の通路の扉が突然開いた。しかし、廊下の扉は6人がコースターを押した時しか開かなかった。一緒、その結果、彼らはグラスを満たしてコースターのホルダーとして機能しました。しかし、水の供給が少なかったので、彼らはコップ5杯の水しか満たすことができませんでした。天井のランプが巨大な薪ストーブに変わった時、彼らはさらにパニックに陥りました。幸いなことに、ベンはまだいっぱいのアルコールボトルを持っていました。ベンとダニーは最後のグラスにアルコールを入れて廊下に入った。部屋が火事になって爆発する前に、最後に、参加者全員が最初のゲームルームから脱出することができました。秘密の通路は6人の参加者を冬の小屋に似た丸太小屋に導きます森の中。生きたまま焼かれそうになった部屋を生き延びた後、参加者全員が疑問に思いました。ゲームが本当に危険だったのか、それともただの設定だったのか。脱出ゲームをテーマにしたゲームのファンであるダニーは、これは全てただのゲーム。しかし、イラク戦争のベテランであるアマンダは、彼らが経験した出来事が前の部屋は本物で、それらを全て殺すことができました。彼女はゲームを諦めることにしました。しかしジェイソンは、このゲームの勝者の賞金は素晴らしい。そのため、彼らは全て誘惑され、ゲームを続行することにしました。キャビンから出る唯一の方法は、現在鍵がかかっているドアを通ることでした。7文字のコンビネーション軟禁状。今回、ベンはキャビンの壁にぶら下がっている鹿の角がおかしいことに気づきました。鹿の角には文字があり、文字をつなぎ合わせようとすると、彼と彼の友人が経験した事故を思い出しました。その時、彼は友達と酔って車を運転していました。その後、彼らは鹿のルドルフという歌を歌いました。ベンは、ルドルフはロックを開くための組み合わせコードであると言いました。本当だ、ついに扉が開いた。次に、ゲームの主催者が彼のことを知っているように見えるので、彼はこのゲームが奇妙であると想定します。過去、キャビンを出ると、6人の参加者は広大な雪の森に直面しました。ダニーは凍った湖の上を歩き、できるだけ遠くまで歩こうとしました。でも実際はモニターなので雪の森は単なる設定であることが判明。場所を囲む板。ダニーの頭がモニターボードの一つにぶつかって落下し、氷にわずかな亀裂が生じました。湖。彼は氷の湖が沈む湖だから破壊されることはないと思った。しかし、その後、部屋の2つの通気口が開き、冷たい空気が吹き出し、部屋の温度が下がりました。急激に気温が上がります。参加者が中に戻れないようにキャビンのドアが自動的に閉まりました。体を温めます。参加者はついに協力して手がかりを見つけ、凍結から抜け出すことができました。部屋。ゾーイは北極熊の像の中に磁石を見つけ、ジェイソンは小さなドアを見つけました。部屋の終わり、マイクはなんとか木の中で釣り竿を見つけました。一方、ベンは凍った湖面の上に偶然穴を見つけました。次に、釣り竿に磁石を取り付けて、氷の塊を引き抜くことに成功しました。気ぃつき、ダニーは率先してベンのライターを借りました。反対側にいたベンがマッチをダニーに投げたが、マッチは湖に落ちた凍った表面。ダニーがそれを取ろうとしたとき、突然彼が足を踏み入れていた氷の湖の表面壊れて、凍える氷の湖に落ちました。その後、他の参加者はダニーを助けようとしました。しかし、流れが非常に強かったため、ダニーの命は救われませんでした。残りの参加者全員が、このゲームの首謀者が誰であろうと、本当に彼らを殺し、この致命的なゲームを娯楽のためだけにします。このゲームから抜け出す唯一の方法であるため、参加者にも他に選択肢はありません。最後までゲームをフォローし続けることです。彼らはすぐに氷の塊を溶かして鍵を取り出す方法を探しました。彼らは体の熱を利用して核氷を溶かすことにしました。凍えるような寒さと手のしびれが何時間も続いた後、彼らはついに鍵を取り戻すことができました。同時に、氷の湖が崩れ始めました。参加者はジェイソンが見つけた小さなドアに駆け寄り、鍵を使ってドアを開けました。5人の参加者は、雪が積もる寒い部屋から脱出し、次の部屋に入った。ゲームルーム。今回のゲームルームはビリヤードバールームですが、逆です。彼らは部屋の上部に黄色いドアを見つけましたが、ドアノブがありませんでした。参加者は、ビリヤードルームから出るためにドアノブを見つけなければなりませんでした。しかし、突然電話が鳴り、マイクが電話を取ると、非常に大きな音がしました。音楽が流れ、音楽が止まった後、突然部屋の床の一部が落ちました。幸いなことに、ベンは倒れそうになったマイクを救うことができました。次に、電話が鳴ったら、自分が立っていた床が開き、アマンダは高台に登り、床全体の前に手がかりを見つけようとしました。部屋が落ちて、彼ら全員を殺しました。彼女はなんとか金庫を見つけましたが、それを開くには再びコードを使用する必要がありました。しかし、間もなく電話が再び鳴り、ジェイソンは倒れそうになりました。ゾーイは、部屋の壁にある写真に気づき、参考としてのビリヤードボールの色、黄色はボール9。黒はボール8を意味します。青はボール10です。彼女はその後、コード9810をアマンダに伝えました。試してみると、コードが間違っていることが分かりました。ゾーイはよく考えてみると、この部屋が逆さになっていることに気づきました。逆転することも、その後、ゾーイはアマンダにリバースコードについて話しました。案の定、アマンダがコード0189を入力した後、無事に金庫が開かれました。アマンダはすぐにドアノブをつかみ、ドアに登ろうとしました。他の4人の参加者はドアにたどり着きましたが、アマンダは取り残され、誤って置き去りにされました。ドアノブを床に落とした。アマンダが慌ててドアノブをつかもうとした時、また電話が鳴った。耳をつんざくような音楽が再び鳴り響いた。彼女が立っていた床が落ちたが、彼女はドアノブをジェイソンに投げつけた。倒れて即死する前に、リバースビリヤードルームを無事に通過した後、残りの参加者は病院に向かいました。しばらく前に治療を受けた部屋を設定します。エスケープルームゲームに参加したすべての参加者が一つ持っていることが判明しました。共通点、つまり、致命的な事故を何とか生き延びた唯一の人物として彼らは経験しました。ベンは、友人全員を殺した自動車事故の唯一の生存者です。同様に、飛行機墜落事故で生き残った唯一の乗客となったゾーイ、生き残ったダニー家族全員が一酸化炭素中毒で亡くなり、アマンダだけになったトキアイドの爆発を生き延びた人。他のすべての労働者が事故で亡くなった時、マイクは生き残った唯一の労働者にもなりました。鉱山で。同様に、ジェイソンは船で生き残った唯一の乗客になりました。カンパ。ゾーイは、ゲームの目的は、どのプレイヤーが最も幸運であるかを決定することであることに気づきました。しばらくすると、部屋のテレビが突然オンになり、ビデオ録画が表示されました。心臓手術の。その後、5分のカウントダウンタイマーが表示されます。マイクは手のレントゲン写真を見つけ、文字の手話であることが判明した。 ECG またはエレクトロカーディオグラフ、心拍数とリズムを検出するツール。参加者は、ツールの使い方を知らなかったにもかかわらず、急いでツールを見つけました。抜け道を見つけるためのツール。ジェイソンは、道を切り開くには心拍数を特定のレベルまで上げる必要があると考えていました。部屋のほか。その後、彼はマイクに予防接種を行い、除細動器を使用してマイクの心臓が止まるまで心拍数を上げました。レートは206に達しました。しかし、タイマーは動き続けました。ジェイソンの不注意の結果、マイクは痙攣のために死ななければなりませんでした。心拍数が正常範囲を超えています。ジェイソンは、心拍数を上げるのではなく下げるのが秘訣かもしれないことに気づきました。その後、彼は瞑想して心拍数をレベル50まで下げました。タイマーがついに停止しました。同時に、秘密の通路の扉が開き、病院の設定室は今だった。毒ガスが充満。ジェイソンとベンは次のゲームルームに直行したが、ゾーイは意識を失った。毒ガスの突然の吸入。次のゲームルームは非常にシンプルで、部屋にたどり着いた参加者は床のドアを開ける必要があります。しかし、ドアノブにはジェイソンを引き起こす毒が塗られていたことが判明し、幻覚を見るベン。二人は部屋が激しく回転するのを感じ、はっきりと考えるのが難しくなりました。ドアの後ろには、部屋に解毒剤が隠されているという手がかりがあります。そのうちの一人がそれを見つけてそこから出て、ゲームを続行する必要があります。彼らはそれを見つけません。ベンは秘密の引き出しから解毒剤を見つけることができました。しかし、ジェイソンはそれを奪おうとしました。二人はすぐに戦い、生と死の戦いは最終的にベンに勝った。それから彼は解毒剤を体に注射し、設定された次のゲームルームに入りました。骨董品でいっぱいの私的な図書室のように、彼は何も考えずに部屋の端に向かい、パズルを動かしました。部屋の壁、突然、部屋の壁が動き、部屋は毎秒狭くなりました。ベンは他の場所で手がかりを見つけようとしますが、壁が動き続け、彼の状況は次のようになります。さらに緊張。しかし、ベンは正気を失いませんでした。彼は燃える暖炉の中に必死に隠れ、無視して壁の崩壊を避けた。火の熱、部屋が動かなくなった後、彼はなんとか図書室から脱出した。脱出ゲームの部屋。その後、ベンは大きな部屋に到着し、ゲームを監督していたゲームマスターに会いました。次に、ゲームマスターはベンがゲームに勝ったことを祝福します。その後、ゲームマスターはベンに、彼らが参加したエスケープルームゲームが放送されたことを明らかにします。世界中で、致命的なものとみなす世界中の裕福で強力な人々によって見られています。単なる娯楽としての脱出ゲーム。しかしその後、ゲームマスターはベンを殺そうとします。の参加者が生き残ります。しかし、ゾーイが突然到着し、ゲームマスターの頭を打って殺します。彼はベンを殺します。ゾーイは、密かに酸素ボンベを見つけて装着した後、なんとか病院の環境から脱出しました。毒ガスを吸い込まないようにマスクをし、気を失ったふりをする。それから間もなく、ゲーム委員会の何人かが部屋を掃除し、すべての痕跡を消しに来ました。ゾーイは起き上がり、なんとか彼らを麻痺させ、急いで部屋から逃げ出した。彼女はついにベンとゲームマスターを見つけました。ベンとゾーイは、ゲームエスケープルームを生き残ることができた参加者になりました。ベンが怪我から回復している間、ゾーイは警察に電話して建物に戻ります。しかし、ゲームのすべての証拠が失われたため、警察は彼女を信じていません。ベンは鎮静剤を服用していたため、警察もベンを信じていません。壁の落書きを見ていると、ゾーイは、ウータンユーという文字に気づき、これは、ノーウェイアウトのアナグラムであり、脱出ゲームがまだ終わっていないことを示しています。6ヶ月後、ゾーイはベンに会い、調査結果を見せます。エスケープルームゲームに、致命的なゲームは大規模な組織によって作成され、無制限であることが判明しました。資金。ゾーイは、できるだけ早く組織の正体を明らかにすることを決意しました。次に、ゾーイは、マンハッタンの未公開の建物につながる手がかりをベンに明らかにします。ベンは彼女と一緒に行くことに同意します。しかし、彼らの計画は組織の幹部に知られていたようです。パズルメーカーは、ゾーイとゾーイの両方にとって、彼らの飛行を致命的な新しいサバイバルゲームに変えようとしています。ベン、そして映画は終わります。